はい、今日はですね、パソコンではなく、六花亭の、カラフルマンスです。これを、食べたくて買ってきました。カラフルに、いろんなのあるんですね。抹茶、メープル、紅茶、マンゴー、ラズベリー、パッションフルーツ、はい、6色入ってます。六花亭です。はい、じゃあちょっと焼いていきますよ。よし、はい、こんな感じですね。はい、映るかな、こんな感じ。はい、蓋を開けます。すごい化粧品みたいですねすごいですね。はい、これをですね、食べていく、いきたいと思います。それではですね、マンゴーを食べていきたいと思います。1枚ずつこういうように、計3枚入ってますね。そうですね、3枚ですね。チョコレートなんですね。あ、マンゴーチョコレートですね。これは美味しい。次は下のストロベリー食べていきたいと思います。はい、甘酸っぱいストロベリーの味ですね。次は抹茶、抹茶の方をいきたいと思います。おいしい。これも本当に抹茶って感じですね。次にメープルです。少し苦味があった甘さですね。はい、パンにつけるメープルシロップの味ですね。紅茶、紅茶です。もうチョコレートの色してます。はいはい、チョコレートの味、チョコレートの味と紅茶の味が絶妙です。最後はパッションフルーツですね。これはどういう味なんだ。なんていう味なんでしょうね。ちょっと難しいかな。まあ、フルーツの味はしてますね。まあ、いろんな、味がありましたけども、この中でやっぱり好きなのは、私はマンゴーですね。マンゴーです。これね。はい。閉めた方が。こういうのが見えるね。マンゴーですね。次、いちご、いちごじゃなかった、ラズベリーですね。はい、これが好きですね。はい、というわけで、六花亭のカラフルマンスでした。で、次に、テラミス。これはもう札幌パリですね。食べていきたいと思います。もうこれね、カロリー気にしちゃいけません。カロリー気にしたらもう美味しいものもなんか美味しくなくなるような感じしますので、こんな感じで食べていきたいと思います。はい、久々の、テラミスです。生クリームというかクリームが乗ってますね。うわ、すごいですね。ほとんどクリームだった。
こんな感じ。すごいですね。いただきます。うん、おいしい。おいしい。あ、これはすごいな。おいしい。これはこれはってことないけど、これおいしい。下にはね、パンみたいな生地が下に引いてるんですね。というわけで、食べ物部門はこれで終わりです。はい、今日はですね、パナソニックの、電気式毛布ですね。はい、少し長めのセミロングサイズです。はい、快適温度コントロール、室温センサー付き、ダニ対策機能付き、洗えるんですよ。洗える電気毛布になってます。はい、パナソニックから出てます。はい、少し長めがいいですね。こんな感じですね。これシングルですけども、ずーっと結構ここまで来てますので、はい、こんな感じですね。で、これ取り外しが効くんですね。こうやって取り外しが効きます。で、つけることができます。そしてちょっとね、今明るいからちょっとあれですけど、これ赤く光ってるんですよ。はい、霧から弱、1,2,3,4,5,6 強で、ダニ対策のやつがついてます。はい、通常ですね、1ぐらいでも全然十分です。はい、ほんわかあったかい感じですね。はい、便利です。はい、まあ、これは下に置いてください。まあ、ここでもいいですね。はい、こんな感じで。はい、あと、取扱説明書あ、ついてます。はい、こんな感じですね。はい、ダニ対策の仕方も、書いてますので、はい、買った方はよく読んでしてください。はい、こういうね、こればっかりじゃなくて、これに折りたたんで普通の毛布だとか一緒にビニールの中に入れて、ダニ対策の入れるとですね、ダニが一緒に殺せるということですね。そういう感じです。はい、便利だと思います。やっぱりね、日本製のが安心です。はい、パナソニックさんですので、で、なおかつ長いんでね、普通のやつちょっともうちょっと短いんですよね。これだったら枕元の手前まで、足元まであったかくなりますので便利だと思います。はい、そんな感じです。はい、またね。